今日の県内は高気圧に覆われて気温がぐんぐん上昇し、静岡市では今年初の猛暑日となりました。今日の県内は太平洋高気圧に覆われ、朝から日差しが照りつけたため各地で気温が上昇しました。静岡市では今年最高となる 35.4 度まで気温が上昇し猛暑日を記録したほか、浜松市天竜区佐久間で 34.5 度、静岡市清水区で 34.2 度、三島市で 33.6 度など軒並み暑い一日となりました。いやー、炎天下でね、もう暑くてもうこの子歩きたくないって言ってるけど、大変です。県内の暑さはこの後も続く見込みで、夜にかけても熱中症対策が必要です。